2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、JR 蒲田駅で不審物が爆発したことを想定したテロ訓練が行われました。訓練は東京の JR 蒲田駅で、テロリストが仕掛けた不審物が爆発し、多くのけが人が出たという想定で行われました。警視庁や東京消防庁の職員らおよそ90人が参加し、防護服を着た爆発物処理班が不審物の撤去に当たったほか、屋上に取り残された人を消防隊が背負いながら救助しました。オリンピック期間中は駅を利用する人で混雑が予想されることから、駅からの複数の避難経路についても確認をしました。